ウィリアム・カー,ーティス、昆虫の収集と保存法の図、ロンドンの植物の図版ウィリアム・カーティスは、イギリスの植物学者、昆虫学者である。1787年から植物学の分野では、最も古い彩色図版入りの定期観光所である、カーティス、ボタニカル・マガジンの観光者である。ハンプシャー州のアルトンに生まれた。はじめ薬剤師であったが、博物書の執筆、 観光に転じて評判を得た。25歳の時に昆虫の収集と保存法を執筆した。1771年から1777年までチェルシー薬草園の実験助手や庭園主任を務めた。1779年にランベスに自らのロンドン植物園を作った。百七十七年から百九十八年の間に六巻の ロンドンの植物を出版した。都会の自然を扱った先駆的な著作であったが、経済的には成功を得られなかった。それでも、1787年にボタニカルマガジンを創刊し、発行を続けた。ジェームズ・サワビー・ヤシデナム、エドワーズ、ウィリアム・キルバーンなどの植物画家による手彩式の版画を掲載したものである。ボタニカルマガジンは、カーティスの没後も、 友人のジョン・シムズによって発行が継続された。カーティスは植物の学名で命名者を示す場合に、ウィリアム・カーティスを示すのに使われる。ありがとうございます。